ワールド大スターラジオバレジー、皆さんこんばんは。ワールド大スター大鳥ここな役の岩見真中です。皆さんこんばんは。ワールド大スター静香役長谷川郁美です。この番組は演劇ガールズプロジェクトワールド大スターの魅力と情報をお届けする番組です。テレビアニメは現在各プラットフォームで配信中、そしてゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムも絶賛配信中です。始まりました。今回第67回のタイトルコールは、はい、こちらランアさんです。悔しいぐらい、いや、ま、もううちら見ないで選んでるから。そうなんですよ。で、あ、これじゃないってなって見たら、うん、ランアだ、うん、いや、こんな人面白いみたいな感じでバーって見たらランアさんだ。こっちも嫌なの、もうなんかもう、うわ、また選んじゃったよっていや、無償で、この方は無償で毎回提供してくださってますから、ね、そう、なんかやっぱ選びすぎかなってやっぱこっちも思っちゃうんですけどね。なんか思っちゃうんだけど、うん、結局選んでみたら、うん、ランアさん、ちなみに結構な、ね、そこそこ倍率は高いですよね、うん、高い高い、うん、しかも今回結構高かったですね。確かにね、いつもよりは。今回何ですか？今回は、アンパンの日らしいので、4月4日がアンパンを食べながら張り込みをしている刑事風、うん、はい、はい、もう気分はあれですよ。どれですか？24です。え、ん？24の人ってアンパン食べて張り込むの？アンパンは食べてなかった。食べないよね絶対。だってこれって日本だもん日本のなんかおなじみみたい、定番みたいにされてるけど海外で見たことないからアンパンって。私の中の警察がもう24 なかなか違う、全然びっくりした。予想外のとこが飛んできました。アンパン食べ損ねたんですよ、しかも私。え、どういうこと？アンパン食べるの忘れて、あ、普通に刑事風で。確かにそう、アンパンの部分なくなったら全然関係なくなっちゃうからね。違うことやってましたけど。そう、なんと、うん、4月に入りました。あ、そうじゃん。開演期突破でございます。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまで本当に ねすごい、もうこんな長く続けさせてもらえるとは、ね、まあ、大人気ラジオですからね。うん、大人気ラジオ、大人気ラジオですから。これこれはなんかもうね、なそうね、ちょっと、まあ、見てない人が遅れてるっていう大人気ラジオそうですよ。そう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 、これからも強気な姿勢でお届けしていきましょう、はい、ついてきてください。一緒によろしくお願いします。お願いします、さて最後までよろしくお願いします。ワールド大スターラジオわらじ開演です。この番組はゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムの提供でお送りします。ワールド大スターラジオわらじ。改めまして、岩見真中です。長谷川郁美です。ここで4月14日に開催する番組イベントのグッズについてお知らせでございます。イベントにて販売するグッズはわらじのおまけ T シャツとわらじ劇団ネックストラップの2種類です。ん？え、ね、これあるんですよ。え、でも、うん、え、ワールド大スターラジオわらじ T シャツ、いえ、あのわらじのおまけもう字体がアホだな、アホだな、この字体がアホだよね。なんか何も考えないでデザインしました、ね、ごめんなさい、どうしよう、どうしよう、違う、なんて悪口を言うんだ。違うんです、違うんです、違うんです、わらじのおまけのあのアホ、うん、アホな、うんうん、あのタイトルコールちゃんとね再現してくださってる。本当に違うんですよ本当に違うんですよでもぴったりでねえ、ねえ、わらじもあるじゃないですか。わらじも字にくっついて、ね、わらじが、そう、まさかのねまあでも一番人気のコーナーですから。そうですよ、わらじのおまけは。いや本当に、いや、まさかグッズ化するとは、いや本当に思ってない思わないですけど、タイトル案、うん、発明した人ですか、わらじのおまけ。そうそうそう、であとなんだ、ネックストラップ、これですよ、見てください、劇団の、あ、ラッキーとかね、ラッキーとキュンキュンザとシュラバ見えますかえ、これぜひ、え、まあ、取得した人、うん、あの入団になった人は、入団した人ね、その入団になったやつをつけてほしいし、そう、ね、これ全部入ってはいるんですよね。そうですね、3枚入り、1個買ったら3枚のこの紙は入ってるみたいですね。そうそうそう、
でも入団希望でもいいですよ。確かに入団希望済みじゃないとはこの劇団に次受けるぞぐらいの感じでつけていただいたら、うんうんうん、どうなんだろう、ぜひぜひ。ステージ上から見えますかね、これ。このどうだろう、ね、ちっちゃいかな、確かに、ね、どんぐらいの比率でいるんだろう。これをつけてるなっていうのは分かるかもしれないけど、どの劇団だってね。でもこれいいですね、うん、ストラップもね、あのちょっと現物今ないんですけど、うんうん、もう可愛らしい、そうなんです、いい感じのね、そうそうそう、ワールドライスターラジオわらじーっていう、うん、やつ。じゃあ聞きましょうよ当日。確かにね、キュンキュンの人もう入団してますって人で聞こう、マジで聞きたい、それ聞きましょう、それ聞きたいね。そうしましょう、そうしましょう、うん、何劇団推しが多いのか確かに、うん、気になる。はい、T シャツが3800円、そうなんですよ、うん、ネックストラップが1800円、うん、ぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。こちらのグッズなんですけど、うん、1回計税込み5000円ごとにランダムわらじコーナーステッカー全3種を1枚プレゼントいたします、うんうん、中には私たちのサインが入ったものもあるそうですよ。出ました。これもちろんあれですよ、うん、サリーちゃんもそうなんですよ、サイン書いてくれます。3人のそう、まあだいたい1人5枚ぐらい書くんじゃないかな、うんね、って感じですね。ってことは15枚はあるってことですね、うん、全体で入ってるわけですよ。いや、ぜひとも会場に来られる方はゲットしていただきたいです、ね、お願いします、お願いします。そしてさらにもう一つゲストのお知らせです、うん、再来週4月18日の放送のゲストに、うん、よろずいるる役の山村響さんがいらっしゃいます。やったー、嬉しい。まあ、最近はゲスト呼んだ時の恒例でございます、はい、フォトジェニックのコーナーで、あ、ね、もう本人に見てもらいます、ね、皆さんイルルのお写真お待ちしております。嬉しいですね、ねえ、うん、ということで皆さんお便りはぜひお早めにお願いします、うん、お願いします、うん、じゃあ皆さんからのメッセージご紹介していきますよ。ピアーエインさんからいただきました。ピアーエインさんありがとうございます。岩見さん、長谷川さん、こんばんは。こんばんは。4月9日はテレビアニメワールド大スター第1話の放送から1周年ということで。そっか、1周年おめでとうございます。ありがとうございま す。そこでお二方に質問なのですが、テレビアニメから始まりゲームアプリ、音楽公演などこの1年で活動の幅は広くなり、新たな物語が紡がれていく中で舞台に対する印象の変化や舞台を感激する際に見方が変化した点などはあったりするのでしょうか。もしよろしければお聞きしたいですといただきました。うん、うーん、私結構行くんですよ、舞台見に行くんですけど、ワールド大スターの時もでしたし、やっぱ発声の仕方が全然違うんですよね、うん、舞台って、うんうんうん、だから私結構舞台役者さんを演じる機会もワールド大スター付近ではあったりしたので、うんうん、そういうのは見ちゃいますね、発声、うんうん、なんかうわーって大きい声出せばいいってものでもなくて、うんうん、なんか響かせるらしくて、うんうんうん、あのこの間知り合ったその舞台をやってる友達が言ってましたね、その響かせるとか、うん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 、あの出すよりもそういうのが大事だよみたいな。そうだね、全然発声の仕方は見てわかるレベルでも全然違うもんね、うんうんうん、もう小劇場とかだとマイクとかがないので、うんうん、まあ大きい劇場になるとここにヘッドセットでマイクがつくから、うんうんうん、多分発声の仕方ももうちょっとなんだろう、そのお芝居寄りにできるんでしょうけど、うんうん、ね、そうだね、うん、あとまあ舞台セリフもそうだけどさ、歌い方も全く違うよ ね、うん、よね、舞台で聞く歌もやっぱり出し方もそりゃやっぱ広さも違うし、うん、そう変わってくるし、うん、表現の仕方も ね、 そうですよね、全く変わってくるから、もう演じながらみたいな感じですよね。そう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 、なんならね、うん、歌って喋って歌ってとかもね、やっぱミュージカルだとあるしね、ね、あ、ね、なんかあれですよね、私ずっとやりたいのがあの朗読劇、うん、言ったよね、朗読劇やりたいんですよね、うんうんうん、なんかやっぱお芝居をすごいアフレコの時にすごいみんなで頑張った記憶があるから、うん、なんかその熱量とかをお客様になんか生で見てもらうみたいな機会があったらいいなって思いますね、いつか。確かに、なんか、うん、ライブ朗読劇的なね、うんうん、と融合させてね、ね、そしたらね、そうそうそう、その時系列というかね、うんうん、ワールドダイスター本編と合わせてね、
楽しそうですよね。楽しそうだね、うん、それやりたいです。贅沢だね、めちゃめちゃこれ確かにすごいよね、うん、そういうのやりたいな。いつかね、そういう日もしかしたらあるかもしれないですね、うん、はい。続きましてルロイさんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、瀬川さん、こんにちは。こんにちは、 こんにちは。いつもラジオ楽しませてもらってます。私は普段夢捨ての公式ディスコードサーバーで同志たちと会話を楽しんでいるのですが、そんな中で一つブームになっている面白い単語があるので紹介します、うん、ズバリその単語はマクベスです、うん、これが流行ったきっかけは夢捨て内の楽曲血を聞かざる映画のためにのあなたは王となるのだマクベスという歌詞がとても印象的で汎用性が高いと話題になったからです。サーバー内ではこれを引用したあなたは〇〇となるのだ三角三角といった構文ネタだったり、なるほどね、おはようございマクベスありがとうございマクベスといった感じで挨拶の一部になったりなどマクベスは欠かせない存在となっていますちょっとバカにしてるだろマクベスを。ありふれた日常に一さじのユーモアあふれるマクベス、よければお二人も使ってみてはいかがでしょうか。いやいや誰もそんな意図でね、本当だよ。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますマクベスおはようございますマクベス本当にこれみんなやってんの面白そう。全然知らなかった。でもなんか深夜とかにみんなでゲームしてて、うん、深夜テンションでなんかこういうのあるんでしょうね。なんか言いやすい感じだもんね、うん、ちょっとあなたは丸々となるのだ三角三角って言ってお腹抱えて笑ってるんだろうなって思ったらめちゃくちゃいいな。楽しそうで何よりです、うん、何よりでございますマクベスいいな。で私こういうの大好きです。いいね、なんか教えて、またなんかさファンの間で流行語になってたらちょっと教えてください。え、覚えてたらやりましょう。あのそうだね、あのイベントの時に。あ、確かにやるか、拾うかありがとうございますマクベスということで皆さんたくさんのお便りありがとうございますマクベス、引き続き番組宛てのお便りお待ちしてマクベスということでお待ちしてマクベスではここで一曲もう全部につけなきゃいけなくなってきた間がありすぎる確かにお届けしたいと思いマクベス、イベントで追加されたこちらの新楽曲猫足つぼみ CV 芹澤優とアキルカミラ CV 若井優希でファウストインプレッション。人が時の砂を費やせども真羅万象の費用に届くことをあたわぬのだな。ねえファウスト、この悪魔メフィストフェレスとウィンウィン契約しない？人生延長しちゃうよ。ランニューワー栄一のかけらさえも得られぬ人生に失望してじゃない欲張っても叶えて欲しいって言っちゃえ。望みが果たせるなら魂も捧げよう。やばいほど楽しいこと全部教えてあげるよ。命を満たすような喜びを与えたまえ。マジホントそれって一体全体どういうの？続いてはこちら、夢捨てアルバム&フォトジェニック。はい、このコーナーでは夢捨て内でのキャラクターのフォトジェニックな一枚を募集、その魅力を再発掘していきます。今回ピックアップするキャラクターは銀河座の千住小読みとラモーナオルフです。改めて簡単に紹介しておきますと、千住小読みは17歳の高校3年生、舞台の名門千住家の娘でイロハの姉、大スターの親を持ち自身も銀河座の若きエースとして君臨しているというキャラクターです、うん、そしてラモーナ・ウォルフは17歳の高校3年生ドイツ人、
両親の影響で日本文化に興味を持つ。ドイツではカトリナと同じ劇団に所属していたが、あることをきっかけに銀河座に入団したというキャラクターです。はい、じゃあご紹介していきましょう。お願いします。メイさんからいただきました。ありがとうございま す。岩見さん、長谷川さん、こんばんは。こんばんは。初メールです。ありがとうございます。推しのラモーナがピックアップされるとのことで、日本文化を楽しむことが趣味なラモーナが、射的をしているフォトを送ります。射的に集中しているラモーナの顔がイケメンすぎて尊い。うわー、楽しみ。じゃん、わ、かっこいい。かっこいい。めっちゃかっこいいや。片手で。想像以上にかっこよかった。めっちゃキリッとした。すごい、すごい。いや、これみんな片手なんでしょうね。いや、うちらもやったじゃん、射的。やりましたね。片手なんてね、こうやって。そう、でも、まあ、確かに、こうちょっとね、伸びようと思うと片手にはなっちゃうんだね。やりましたね。絶対外さなそう。本当ですね。もう狙いは定まったって、ね、スナイパーですよ。うん、伝わってくる。かっこいい。では続いて、ナタネさんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、ハセミさん、こんばんは。こんばんは。今回のピックアップがコヨミとラモーナということでメールを送らせていただきます。私はゲーム内の演目の中で銀河座の竹取物語が一番好きです。シリウスが一番じゃなくてごめんなさい。いいよ、いいよ。そこで竹取物語でのワンシーン、かぐや姫が月に帰ることになり、ミサオに別れを告げる場面をアルバムにしました。ちょっぴり切ないシーンですが、お二人に見てもらえると嬉しいです。いいですね、竹取。いいですね。じゃん。ああ、いい表情。いいですね。うわー、いいなー。いいわ。はい。いや、演劇シーンできましたね。ねえ、嬉しい。いや、ここの真ん中のシーンだとこうさ、目を閉じてて、うんうん、こっちでちょっと目開けた顔の補足というか、こうまた違う顔を乗せてくれてるのが、そうですね、よりいいですね。うわ、いいな。うわ、嬉しいですね、こういう演目の。いい、ね、確かにね。あと、やっぱうちらもやったさ、そうですね、竹取ですから、うんうん、より一層なんか感じます ね。では続いて、忘れなぐささんからいただきました、うん、ありがとうございま す。岩見さん、長谷川さん、こんばんは。こんばんは。小読みさんとラモさんはなんだかんだ言って仲がいい感じがしますが、うん、もしもラモさんがいろはちゃんにいたずらしたら、いくら小読みさんとはいえラモさんに怒りの波動をぶつけてしまうのではないでしょうか、うん、そんなもしもの話をアルバムで表現してみたので、よろしければご覧ください。あら、こういうの好き。見たい。じゃん、すごい。すごく波動だ。思ったより怒ってる。すごい。これは作品変わってきますよね。ちょっとこれあれか、コラボのやつですよね。そういうことか。めちゃめちゃこれもうやられる。ラモーナが命が危ない。あ、面白い。でもごめんなさい。受け入れてる、受ける側のラモーナの顔もめちゃめちゃ強キャラ。確かに。これスタンプは何ってなってますけど、なってるけど、こっちの顔はやってみなさいよぐらいの、ちょっと煽ってきてる感じがしますよ ね。すごい面白い。面白い。さあ答えなさい。さあ、ジュゴンちゃんが怒ってくれて、さあ答えなさい。かわいい。これ面白い。面白い。ストーリー性大好き。ありがとうございます。いや、いいですね。やっぱこう2人同時に募集することによってね、またこういう生まれますよね、ストーリー性のあるものが。ありがとうございます。次回4月11日の放送では、千住いろはと白丸みとをピックアップします、うん、そして4月18日の放送ではとねりにかことよろずいるるをピックアップ、さらにその次の週4月25日の放送では静かをピックアップします。ついにやっと来た。お、ソロですね。しかもソロです。いっぱい送ってください皆さん。我々パーソナリティの、うん、そうですよ、担当キャラクターなので。すいません、本当すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、募集キャラが、ね、多いので番組 X のお知らせもご確認してください、うん、皆さん素敵な一枚待ってます。以上、夢捨てアルバム&フォトジェニックでした。ワールドダイスターラジオわらじ、続いてお届けするのはこちら、輝け劇団入団オーディション。あ、久しぶり。よし、嬉しい。このコーナーではシリウスの入団オーディションに挑んだココナのように劇団入団オーディションをリスナーの皆さんに受けてもらいます。今回団員募集していたのは劇団修羅場入団オーディションでした。紹介したすぎる。行くぞ。したすぎての早口でしたけども。ではまず、はい、ルリーロピースさんからいただきました。ありがとうございます。中学生の時、
顔も知らない先輩にラブレターで告白されました。しかし僕は話したこともなければ顔も知らない上、相手にどうしたらよいかと返答に悩みまくった末、答えを保留し続けていました。ある日私が学校のトイレに入ると、壁越しに〇〇くんいるでしょうと私を呼ぶ声が、怖い。先輩本人なのかその友達かは分かりませんが、誰かが女子トイレから私に声をかけてきたのです。怖い。私は返事をしてないことを怒られると思ってイルスを観光、他の人がトイレに入ってきた隙に逃げました。あれ以降は誰かから狙われることもなく、僕に告白した先輩も新しく彼氏ができたそうな。怖い話ですか？怪談話？怪談話だ。それ本当に先輩いたのかな？いなかったらやばいよね。いなかったんじゃないですか？そういう怖さじゃないのかも。ホラーの方、あのホラーですよ。幽霊かも。いや、それか考えすぎて現状とか、うん、怖すぎる。怖いよこれ普通に。そんなに話せるぐらいの壁の薄さなんですかね。ね、なかなかないよね、うん、その大抵さもう部屋として分かれてるじゃん、うん、いや、だから絶対違うんですって。でもそれは分かんじゃない、そのさすがに、さすがに飛んでくるわけないとこだったら、はい、やばい幽霊だって感じになると思うけど。そっかそっか、確かに確かに。ちょっと待ってください、怖くなってきちゃった。ちょっと待って、顔も知らない先輩、本当に存在する先輩ですか？怖い。それは存在しないから、全てがルリロピースは知らなかったんじゃない？怖い。ありがとうございます。立ちました。怖い。劇団ホラーだ。劇団ホラーかも。劇団ホラーやりましょうよ。背筋凍りますよ、みんなで。確かに劇団ホラーも楽しいな。怖い。なんかちょっと修羅場ってか、なんか、うん、違うかも。違いますね。これなんかもう学園七不思議ですよ。これはまたもしかしたらサバンナの時みたいに、はい、いい劇団の提案が今、ね、もしかしてこれのきっかけでホラーっていうの、劇団ホラーが来るかもしれない、やるかもしれない。ちょっとその時のために保留しましょう。そうですね、これは保留で、うん、そうしましょう、はい、でも保留し続けていたら出てくるかもしれない、うん、まあ、でも修羅場には、修羅場にはも修羅場、ごめんなさい、なんかちょっとまた違った感覚だった。でも面白い、面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。怖い。そんなことがあっていいのか、そんなことあっちゃいけない。だってもう次の募集しなきゃいけないですよ。おまけでやります。おまけね、おまけでやります。やった。よし。次あの募集テーマ変わっちゃいます。はい。でもこれも面白そうなんで、うん、次回のテーマは劇団中に入団オーディションです。いや、これはお腹抱えられそうだ。これみんな得意でしょ、多分。待ってましたって感じでしょ。いや、ありますよね、みんな多分。もうあるでしょ今までね、エピソード、うん、あ、この劇団にはないないないって思ってた人多かったかもしれないですけど、うんうん、多分もう、あ、行けます、自分。そうです。自分行けますってなってると思います。ね、皆さんがどれだけ中二病だったか、うん、中二な行動やエピソードぜひ送ってください、うん、ちなみに番組イベント宛ての方でですね、うん、修羅場エピソードまだまだ募集中ですので、皆さん引き続きよろしくお願いします、うん、お願いします。以上、輝け劇団入団オーディションでした。ここでワールド大スターからのお知らせです。ワールド大スター初のファンミーティングの開催が決まりました。わー、おー、なんだファンミーティングとは。日程は5月5日、うん、日曜日、場所は科学技術館サイエンスホールです。お世話になっております。だから2月連続で、2ヶ月連続で私たち、うん、交代交代でお世話になりますね、はい。まあ、ただ出演者はですね、うん、カトリナ・グリーベル役天木サリーさん、柳葉パンダ役大空直美さん、笹賀千佐役佐々木莉子さん、千住小弓役鳥部真理子さん、与那国光役下地篠さん、リリア・クルトベイ役安西ゆかりさんとなります、うん、チケットは最速申し込みが4月6日土曜日正午より開始します。町根公園、ソワレ公園の2公演ございますので、時間などの詳細は公式サイトをご確認ください。続いて夢捨てのボーカルアルバムが続々リリース中です。4月24日水曜日に発売となる第3弾劇団電気のアルバム出会え X マキナが現在好評予約受付中です。さらにボーカルアルバム第4弾
シリウスの輝きのようにのリリースが決定いたしました。我々シリウスのメンバーが歌唱する楽曲を中心に集めたアルバムとなっております。対象店舗で購入すると劇団ロゴアクリルスタンドが特典としてついてきますので、ぜひご予約くださいね。現在キャナルシティ博多サウスビル地下1階のバンダイナムコクロスストア博多にてワールドダイスターキャラポップストアが開催しております。夢捨てのさまざまなイラストを使用した新規グッズ販売や必ず景品がもらえるミニゲーム、劇団電機のディスティニーガラポンを展開いたしますので、ぜひこの機会にお越しください。次にゲーム情報です。現在イベントトロイメライト悪魔が開催しております。簡単にあらすじをご紹介します。ある日つぼみのもとへ故郷青森に住む母から連絡が来ていた。そんな中電気ではアリスを経てハードルの上がった自公演の主演をオーディションで選ぶことになる。オーディションへ立候補したのはつぼみといろはのたった2人で、誰も知らないつぼみの秘密に迫るイベントとなっております。イベントの新楽曲には本日ご紹介した楽曲猫足つぼみ CV 芹沢優さんとアキルカミラ CV 若井由紀さんが歌うファウストインプレッションが追加されております。また明日17時にはリリア・クルトベイ CV 安西ゆかりさんが歌う新カバー楽曲忘れ地のことの葉が追加されます。なんと、うん、こちらの楽曲で夢捨ての楽曲が100曲目となります。すごい、すごい100曲すごいよ。えすごいことですよ。早くね。確かに100曲ですよ。100曲え100っていうのは、うん、10曲が10回ですよ。すごい、すごい、当たり前のこと言った。えこんなにあるんだっていう、ね、頑張ったんですよね、うん、我々もそうだね、みんな我々も頑張っている。そうそうそう、結果皆さんが喜んでくださってプレイしてくださる結果が100曲です。本当にありがとうございます。はい、ゲーム内ではそんな100曲目追加を記念しましてログインボーナスも開催いたします。期間中3日間参加することで過激目録10個、スタミナドリンク10個、無衝撃ジュエル100個がゲットできます、うん、開催期間は4月5日17時から4月16日朝5時までとなっておりますので、新イベント楽曲と合わせてぜひゲーム内でご確認ください。以上ワールドダイスターからのお知らせでした。来ましたワールドダイスターラジオわらじ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。この番組は BS11 公式 YouTube チャンネルにて A&G での放送と同時に配信されていますので、お好きな方でお楽しみください。アーカイブはワールドダイスター公式ホームページのラジオの項目からも飛べますので、ぜひチェックしてください。さらに4月14日日曜日に科学技術館サイエンスホールにて番組イベントが開催されます。配信もございますので、会場に来られないという方もぜひご覧ください。イベント宛てのふつおたやキュンキュンザ劇団修羅場宛てのメッセージもお待ちしております、うん、ということで今回の放送をお送りしてきましたが、いやなんかねね通じ合っております。通じ合った。同じかは分かんないけど、せーので言いますか。せーの、久しぶりの情報が多かった。違う違うんだ。久しぶりの何。久しぶりの劇団入団オーディションが本編。あ確かに本編で最近やっぱごま、はい、そうなんです。私たちがいっぱいもりもり食べてる幸せなコーナーがね、でも食べたい、悲しい、なくなってしまったのが、本当に ね, ね、また続いていけばまた、そうですね、そうだよ、大変乗り越えたことですし、うん、この大人気番組、はい、大人気番組ぜひとも ね,、うん、ねやっていきましょうよ、本当に、うん、食べていきましょう、食べていきましょう。お別れのお時間でございます。この時間のお相手はワールドダイスター大鳥ココナ役岩見真中と鈴鹿役の長谷川郁美でした。せーの、バイバイ。この番組はゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウムの提供でお送りしました。おまけ。ワールドダイスター大鳥ココナ役の岩見真中です。実家役の長谷川郁美です。こちらワールドダイスターラジオわらじのおまけコーナーでございます。修羅場です。最高、いきます。お願いします。七種のモブさんから
ただきました。ありがとうございます。タイトルがあります。あ、タイトル、うん、交際したらバツイチだった件もうこれだけで修羅場です。やばい。ちょっとでもバツイチだから問題はないか。確かに確かに。そうだよ ね、 ね、既婚者なわけじゃないからね、うんうん、そこそこ大丈夫ですよ。じゃあ、ね、今のところはね、うん、学生時代バイト先の先輩とお付き合いしたことがあります、うん、いわゆるオフィスラブなのでみんなには内緒で付き合っていました、うん、付き合って半年経った頃、うん、彼女からあのね実は私バツイチなんだと告げられました、うん、ここでタイトル回収。しかし物語はまだまだ続きますあら楽しみ。私は別に気にしないですとその後もお付き合いをしました、うん、それくらい素敵な人だったのです、うん、しかしそのさらに1年後彼女から別れてほしいと言われました。どうして？ここからは詳しく書くと思い出してしんどいので、うん、事実だけ箇条書きですいきますよ。彼女はバツイチではなく別居中で席は入れたままだった。え？夫と復縁することになった。はあ！私と付き合っていることは誰も知らないのでこのまま別れてほしい。最低。私は何もかも嫌になってそのままバイトも辞めました。劇団に入団できなくても良いのでお二人に頭を撫でるジェスチャーで慰めてほしいです。ごもっさん、お前は強くなった。っ強くなれ。頑張ってる。頑張ってるぞ。大好きだよ今のは心ないの絶対。大好きだよ。心ないぞ。私は大好きだよそっか。いやもうやばいですって。これさ、だからあれじゃないの、オフィスラブだからさみんなには内緒にしとこって言ってたのがそういうことじゃないんだよ。バレたら問題だから内緒にしとこうってやつだ。ひどいよ。でも素敵な人だったんだって。素敵じゃないよそんな人は。騙されてたよ。騙されてたんだ素敵なところがある人。いやでも根本がダメだもん、はい、そうですそうです。根っこが腐っているボロボロに根っこ腐っています味方だからそうだよ。七種のモブさんの味方ですからね。味方だよ。そうですよ。すごい。こんなことあるのも怖い怖い怖いね。信用できないね。できないですね。そうでしょう。でもまあ彼女の中にも葛藤があったんでしょうね。確かに半年の時に本当は言おうとし、うん、あ言わないか。どういう気持ちだったんだこの実は私バツイチなんだっていうのは、うん、でも確かに復縁することになったからこの時は最悪でもう離婚手前ぐらいだったから。そうですね。もうバツイチになるぞぐらいの感じで、うん、あなたに決めたぐらいな感じだったけど、うん、まあ何かがあって、まあ、このまま関係を継続することになった。でもね本当もうなんかね、うん、もうこれは良くないよ。良くないでもまあね向こうの旦那さんとこう、うん、変な感じになってさ、うん、それこそガチのもっと修羅場みたいになる可能性もあるじゃない、うん、ねなんかねそれがね、まあ、こちらは知らなかったけど、うんうんうん、やっぱりね事件というかね発生しちゃったりとかね、 なんかねありますからね。いやでもこれは怖いわ、うん、ねもうだってこのさ七瀬のボブさんは恋人も失ったし、うん、バイトも失ったんですよ。確かにひどいよ彼女さん。もう入団しましょう。入団しましょう。入団です。うちで雇います。うちでそううちでもうちで雇わせてください。うちで雇わせてください、はい、ねじゃあもう一個来てます、はい、あもうぜひとも、はい、むつきさんからいただきました。ありがとうございます。社会人2年目の夏、酒が引き起こした人生最大の修羅場を投稿させていただきますいや楽しそう。大丈夫ですか？手ぶらだけどバッグとか盗まれてないですか？え優しいお兄さんの声で目が覚めると小説？そこは知らない公園のベンチでした、うん、昨日の記憶なし、持っていたはずの仕事用バッグなし、あるのは凄まじい二日酔いだけ顧客情報満載のスマートフォンももちろんありませんでした。よし積んだなと思いフラフラの足で交番に駆け込み、家までの地図をもらった後3時間歩いて帰宅。スマートフォン紛失の件を上司に連絡するとマジでやばいな、だけど部下は守るからなと頼もしい一言。そんなイケメン上司のアドバイスで実行した位置情報検索が指し示したのは遠く離れた埼玉の地でした。そこからは本当に怒涛の日々でした大量の始末書、事情聴取、顧客への謝罪メール、社長から直々の説教、数々の修羅場を乗り越えた先に待っていたのは顧客との全面取引中止と減給処分でした
自分のせいで部署が潰れかけました。今では酒の席での笑い話にできていますが、当時は本当に焦りました。この出来事以降は反省を生かして、酒を飲むときは仕事用の荷物は一切持たないようにしています。そうか、じゃあ仕事用のスマホだったんですね。そうだね、個人のスマホじゃなくて全ての情報が入っている。それ埼玉の位置情報を示してるところにコンコンっていけないんですかね。どうなんだろうね。いや返してください、大事なものなんで、仕事のって。どうなんだろうね。確かにね。どうなんですかね。ということは、どういうこと、埼玉に行ってるだから取られた。ひどいよ、ダメだよ人のもの。どっちゃん、そうだよ、どんな気持ちがするの。人のもの取ったら本当にどんな気持ちになる。あなただってダメだよ、純粋な目をした子供の時代があったはずなのに。何があったんだよ。最初はみんなおぎゃーですよ。そうだよ、あなたが一歩踏み出した時、両親は心から喜んでくれた。あなたが初めて言葉を喋った時、みんなが喜んだ。なんで盗んでしまった。どこかな どこにあるのかな今。そのスマホ今どこにあるのかな。いやでもこれ顧客情報ねえ、ね、あーなんかでもよくニュースとかね、あるじゃないですか、なんか顧客情報流出みたいな、こういうことになるんだなんかそちら側 にやっぱり大変なんだなっていうのが伝わりますよね。みんなお酒はほどほどにね、そうだよ。いやでもすごい文章能力高い、小説だったもん。なんか最初つかみバッチリですよね。そこセリフがね、セリフから入るっていう物語が、いや私そういう小説めっちゃ好きそっから浮気になるって思って、急にね、どういうことって何ってなる感じね。いや小説家がたくさんいるわ。いやもうみんななんか人生いろいろなんですね。でも笑い話にね、ま、していいのかどうでしょうって感じですけど、でもねやっぱもう人生何でもどうにでもなるのかなっていう風にはね、思いますよね。まあでもこれは修羅場ですね。結構なことが、これは結構修羅場、入団です。入団です、まあ、反省してるとのことですので、まあ修羅場の守秘義務はぜひとも守っていただいて、そうですね、あの劇団のね顧客情報はちょっと出さないでいただけると、って感じなんですけど、よろしくお願いします、はい、ということで、まあ、でもねイベント用でね、まだまだ、そうだそうだ、募集してますんで楽しみにしてます。ぜひ中二の方もね、はい、みんなで氷つきましょう。はい、よろしくお願いします。ということでそろそろ時間です。バイ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 。